いやいや、てかそもそもだから僕ね、名人はなんか有名勢で、有名勢ってみんないろんな言葉今だとありますけど、名人ほどなんかその有名税という名の見えない税金をたくさん払わされた割には。原田のバーは乾杯をもっと美味しく札幌ビールの提供でお送りします。多分だって僕らは小学校の時のイメージですよ、うん、高橋名人もあれだけやっぱテレビとか出て CM 出てて、子供の頃は親の年収さえわからないですけど、はい、なんとなくとてつもないもう総理大臣が金持ちだと思ってることはまあ誤解なんですけど、うんうん、まあまあそのとてつもないね、総理大臣クラスのお金をもらってる、うん、金持ちだみたいに小学校の時はよくみんなで言ってたんですよ。でだんだん大人になって特にこの業界に入ってからですよね、いろんなことやっぱ知るようになって、まあ大体やっぱり高校生大学生ぐらいの時ちょっと気づき始めるんですけど、ひょっとしたら高橋名人は普通のサラリーマンの給料しかあの時もらってなかったのではないか疑惑がやっぱり湧いてきて、うん、だって今はっちゃき先生あったじゃないですか。はい。僕あれすごい好きだったんですけど。ありがとうございます。妹役が鈴木保奈美さんですよ。うん、保奈美ちゃん、はい。保奈美ちゃんって怒られるんだ。いやいや、だってだってあれ東京ラブストーリーよりあれの方が全然先で。そうですそうです。鈴木保奈美まだ女子大生の時だね。ですよね。はい。僕の中ではだから鈴木保奈美さんっていうのは高橋名人の妹役で、妹が、高橋名人の妹が上京して東京ラブストーリーに出てるぐらいの見えてたんですよ。であんな映画とかも、うん、とんでもないハリウッドのよく噂を聞くじゃないですか、はい、当時でも、はい、あの映画1本出ていくらだみたいな、うん、なんかシルベスター・スタローンが伊藤ハムの CM に出ると、うん、奥動くみたいなぐらいは知ってたから、うん、あじゃあ名人ってやっぱそうなんだろうなって思ってたんですけど、大人になってどうやら、はい、いや高橋名人はハドソンの社員だったから、うん、社員としての給料しかもらってなかったらしいよって聞いてたんですけど、うん、やっぱそうなんですよね。そうです。だからひどい話だと思いますね、それ今考えると。でも仕事の一つがただそれだったっていうだけだから。いやでも普通のサラリーマン映画出ないですよ。いやまあだから普通じゃないですよ。だってマイク持ってテレビ出て、それはもう普通じゃないですよ、ゲームのキャラになってっていうのは。でも社員であることには変わりはないじゃないですか。それモチベーション何だったんですか。宣伝部の仕事としてなんかいいことしたいなっていう。例えば宣伝部の仕事だと、例えばこういう商品をね、売るための活動をするわけですよね。そうですよね。でその中でテレビ CM をどこの局にどういうふうに入れるかっていうのもやるじゃないですか。でそれを逆に考えた時に、お金かからないで番組に出るってことは、10分の番組に出るっていうことは30秒の CM20 本分。まあそうです。そうなりますよね。それで 100% 自社の広告ができるわけですよ。そうですね。それも無料で、こっちとしては。確かにその通り。だからそれを、だから僕がギャラをもらってたらね、それは向こうの支払いだから、はい、それは向こうから何か言われるかもしれないけれど、こっちも手弁当で行ってて、その代わりで紹介させてもらって、その代わりもうタダなんだから、もう私のやりたいようにやらせてくださいと。ああなるほど。それで CM20 本とか30本分入れてくれたら、なんか宣伝マンの仕事としては最高じゃないですか。いやいや最高ですよね。最高レベルであるがゆえに、いやこれ変な話ですけど、やっぱ当時の社長からしたらもうちょっとこう高橋名人にこう上乗せじゃないですけど。でもそうだな、プロデューサーをやってるからね、よく分かってると思うんですけど、ゲームを売るためにはゲーム作ってくれなきゃいけないんですよ。そうですよね。うん、でそれを売る営業さんがいて、みんなが働きやすいように総務がいて、だからみんなでそれを作ってる。ですよね。だから俺一人がそれをもらっちゃうと、じゃあ開発にもっと給料払わなきゃとかってなるじゃないですか。まあ言い出したらきりないはあるけど、でもちょっと名人はもうそういうカテゴリーから飛び出してましたけどね。だからね、当時はねそんなこと考える暇もなかったんですけど、後半はね割と自由に全ての行動じゃないけれど、例えばブログでも自社の宣伝を書いてくれてるんだったらもうあとはまあどうでもいいやみたいなね、なんか割と自由にやらせてもらったんで。そうですね、その時のツケを後半に返してもらってたかもしれない。あ、そんな感じなんですか。うん、まあギャラじゃないけどね仕事の仕方っていうことでね、振り返ってみると結構やっぱ楽しかったっていう印象の方が大きい。そうですね、楽しくないと、楽しい仕事がやっぱり一番いいんですよね。いや、みんな高橋名人みたいになりたいと思ってましたけどね。うん、ね、だから憧れでいるためにはね、やっぱり何かに走っちゃダメですよ。これが全部金になると思ったらね、もっとなんかグロい世界を見せちゃってる気がするんだよね。そうですよね、もっとなんかもっとお前ら買え買えとかさ、テレビで言っちゃうとかさ。なるほどなるほど、でもそういうのはなかったっていうのは、それは全く感じませんでした、買え買えは感じませんでしたね。多分そういうことだと思うんだよね。なるほど。でもあれですもんね、そのさっきうちの親は高橋名人のことはゲームがうまいってすごいおっしゃってましたけど、まあ実は名人からすればそんなゲームはうまくないんだっていうとこじゃないですか。はい、でも連射が速いっていうのはこれ人より速いぞって気づいたのっていつだったの？言われた時です。だから1985年に第1回の全国キャラバンがあって「スター・フォース」っていうゲームで回って、その後ね10月9月か10月に子供からハガキが来て「名人ってラリオス」ってボスキャラを倒すのがめちゃくちゃ早いけど。どれだけのスピードで打ってるんだという質問があったんで、あ、じゃあちょっと測ってみようかってやったらそういう数字だろうと。なるほど。それで周りの人もそれで初めて、そういえば早いな、僕らより早いよねみたいになったわけですよ。それでこうやって測ったらね、合体するっていうか、声が光る前に3発打つと11発必要なんですよね。わかりますわかります。だからその前に何発まで成功するかをやったら、どうも7、8発っぽい。なるほど。ということは15、6だから、まあコンピューター的には16って言っちゃおうかって。なるほど、そうですね。で16連射にしたんですよ。でその時はね、誰もね分かってない正確な数。で翌年のスター・ソルジャーの、毛利名人との対戦の時に、映画のね、フィルムで撮ってるやつの240コマ、映画って1秒間24コマだから、その240コマを AD さんが抜いて、弾を数えてくれた。そしたら174発撃ってて、17連射じゃんという、あ1個多かったんですよ、実はね、翌年は。なるほど、だからどうするって言われて、いやでも17、いや16と17だったらやっぱり17がいいけど、いやでもコンピュータ的に美しくないから16でいいよっていう。わかりますわかります。で16連射のままだったんですよ。なるほど、じゃあ実はポテンシャルとしてはそれぐらい出てたってことですよね。すごい。ちょっとたこ焼きいきますか。はい。仕上げお願いいたします。たこ焼きいきましょうか。あ、来た。いい感じでこちらにもいいね。僕何気にたこ焼き大好きなんですよ。ああ、ありがとうございます。よかった。じゃあこれ一回下にガッと振っていただいて。そうですね。マヨビームを。マヨビーム。冷やしたをきれいに。お、結構たっぷりいきます。あ、いいですね。マヨネーズたっぷり派ですよね。そうそう。多い方が美味しいんじゃないか。いや、僕もそう思いますよ。やっぱりね。マヨネーズはやっぱり多くないと。じゃあお願いします。名人どうぞ。あ、たこ焼きでございます。原田のバー特製。名人どうぞ。はい、結構熱いですね。はい、お気をつけて。ありがとうございます。うん。中トロトロ。あざす。カリカリトロトロ、まさに地でいく。あ、これ美味しいですね。うん。はい。ネギ塩だれでございます。よいしょ。こちらもなかなか熱々ですが、また意外と飽きずに食べれる感じの、こっちの方がお酒に合います。あ、やっぱりソースかけてない部分だけ皮がカリカリですね。はい。お。うん。サクサク表面が。あ。よかったです。いや、別に意識高い話をしたいわけじゃないんですけど。はい、逆に高橋名人がこう昨今見るこのゲーム業界の、うん、まあゲームはもうおっしゃっているとおり昔からある意味社会のスケープゴートだったり敵だったりとか、はい、親の敵だったり、うん、親の敵じゃない、親から敵のように見られたりとか、まあそういうことは昔からまああったことであるんですけど、最近また様相も変わってきていて、まあ、いわゆるその一般社会で起きている社会課題とか問題がすごく反映されるようになってきちゃったじゃないですか、はい、つまりゲームの基準だとか、うん、まあ下手したらハリウッドのいわゆるオスカーとかのノミネートをする時にの基準みたいなのがなんかこの間発表されてたじゃないですか。そのいわゆる、向こうだと人種の比率だとか。はい、うん作ってるスタッフまでやっぱりそのいろんなインクルーシブもあり、ダイバーシティな体制で映画をそもそも撮ってないとノミネートもしないよみたいな、そうなってくると日本って意外ともしゲームとかにも結構これは流れでくるってよく言われてて、ゲームなんかまさになぜかゲーム業界ってやっぱり男性すごく多かったりとか。まあ、そういうことも問題視されるし、うん、まあ表現の部分だとか内容まで結構踏み込まれて言われるじゃないですか、はいはい、まあ、僕が作ってるゲームなんかだと意外とキャラクターの男女比率みたいな話とかあやっぱりそうなりますよね、結構言われるとか、うん、まあ、あと表現とか、はい、まあ、これはかなり面白いことにゲームが問題になってるというよりかは昔はゲーム自体が問題にされたんですけど。はい、世の中でリアルの世界で起きている実社会での課題とか問題になっていることをゲームの中でどう解決するのって言われることがすごく増えたんですよ、はいはい、特に僕は欧米向けのタイトルばっかりなので、うん、こういうちょっと世の中だっていろいろ僕もやりにくいなと思ってるところ正直あるんですけど、高橋名人から見てどう見えてらっしゃるのかなっていうのはちょっと聞いてみたかったんですよね。テレビゲームの業界ってなんだかんだって世間から注目されてるコンテンツなんですね。なるほどなるほど。だから言われるんですよ。なるほど。これ注目されてなかったらもう勝手にしろよってそれで終わっちゃうじゃないですか。あまあそうか。だから例えば上司と部下ですっごく怒られてる部下と、はい、怒られてなくて放置されてる部下。でどっちが上司からすると大事にされてるかというと怒られてる方がやっぱり大事にされてるんですよね。なるほど。できるできないじゃなくってそう目をかけているからこそ、はい、だからもうずっと後々成功してもらいたいとかこの仕事今は失敗してもいいけど、はい、後々はお前に任せてもいいんだっていうやつの方が怒られるはずなんですよね。なるほど。でアニメもそうだしゲームもそうだけど、うん、日本のこのコンテンツってやっぱり世界から見てもやっぱり注目を浴びてるからこれはねやっぱりいろんなところでこんなことやっちゃダメとかっていう規制って当然多くなるのは当たり前だと僕は思いますね。だからこれは言われることイコール人気のバロメーターなんですよ。なるほど、うん、そっか。だからそう思ってればもうこれはしょうがないとそう思ってればいいか、うん、もうだからこれ言われなくなったらもういやでも確かにそうですね。逆に売れなくなりますよ。売れてないってことですから、うん、そうかもしれないですね、はい。だから僕も昔ブログでね、何でもかんでもゲームのせいにしやがってっていうタイトルで書いたことあるんですよ。そうです、うん、もう子供が飛行に走るのはどうこうとか何でももう何かがあったらもう全部子供のせいだろうと、うん、うん、あ違う子供じゃないゲームのせいだろうと、ゲームのせいだろうと、だからいやだからよく考えるよもっと他にもいっぱいあるだろうと。確かに。でもその中の人気が一番高いのがテレビゲームだから、うん、もう逆に言うとこれはしょうがないですよね、ある程度。まあそうか、そうですね、はい、確かにはい、僕も子供2人いるんですけど、上の子がやっぱゲーム覚え始めて、やっぱりその食いついた時の聞こえないじゃないですか、呼んでも。はいはい、ああなるのってゲームだけだなって気づいたんですよ、最近。本読むとか漫画読んでてもそうはならないですもんね。なかなかなんないですけど、ゲームは結構早く集中しちゃうというか、はい、やっぱりね、見てるだけなのと見ながら操作しなきゃいけないっていうのが2つ入るから、それより集中しなきゃいけないですもんね。そうなんですよね、これはだからしょうがないですよ。そうで、結構その北米の大学の研究機関の論文とか読むと、はい、割とそれでゲームやってると意外とやっぱ脳にもいい影響も、もちろんもちろんずっとやってると悪い影響もあるんですけど、結構あるっていう成果も出てたりとか、いわゆる10歳までにビデオゲームやってる子とやってない子の差とか、あと僕も脳トレで有名な大学の教授と、はい、一緒に万内南郷でタイトル作ってたことがあったもんですから、その時に僕の部下がいろんなゲームを計測しに行ったんですよね。そしたら意外と格闘ゲームみたいなフィジカルなアクションゲームって、しかも相手が人間だとものすごく頭を使うので、いろんな脳の部分がめちゃめちゃヒートマップがすごかったんですよ。で、不思議なことにめちゃめちゃゲームに勝てるようになってくると、ヒートマップが収まっていっちゃうんですよ。だからもうつまりもうはーってこう、まあ慣れですよね、手の操作だけでできちゃうみたいな。で、勝てないうちが一番脳が活性化してて、その時に川島教授が「これ結構格闘ゲームはいいね」と。これ結構新しいキャラクターとか新しいゲームをその都度覚えていくっていうプロセスで相当脳を使って活性化してるので、これは結構実はいいですねみたいな、やっぱりそういう研究が一方であって。もう僕は結構それ声に出していろんなところでやりたいんですけど、まあそれ以上にやっぱりゲームの中でのこれをどう解決するんですかって言われることの方がすごい増えてきて、はい、よりそれがもう特に欧米ではものすごい強さで言われるようになってきたので、僕のタイトルもよく YouTube や向こうの新聞の記事とかでもちょっとやり玉に挙げられて書かれることも実は多々あったんですけど。はい、いやーしんどいなと思ったんですけども、確かにおっしゃる通りですよね。メディアとしての魅力が逆に高まってきたから、これだけ言われるっていうことですよね。だから決して叩きやすいから叩かれてるんじゃないですよね。みんなだからひがんでるんですよ。ある意味そうなのかもしれないですよね。だからそう考えたらね、逆にもっと来いよっていうね。なるほど、そうなるんじゃないかな。もっと来いよ。はい、そんだけだからお前結局興味あんだろこれにっていう。なるほど。そう考えるとね、気楽になると思いますよ。そうか、それか。うん。もっと来いよと。はい。プロレスかな。もっと来いよか。それはその発想なかったですね。僕はなんかいやちょっともう来ないでくださいだったんですけど、もっと来いよか。もっと来いよできますか。わかりました。メジじゃあ次飲み物行きましょうかね。いやもう。次何でしたっけ？次出てくるのがですね、マダイの塩なので、マダイの塩とホタテとカニです。ホタテとあれがあるんですよ。じゃあ49いきます。49でいきますか。いやでも確かにそうですね。それだけそれだけ魅力あるのか。100%。みんなが自分に対してどんなに人気者になったとしても 100% の人に好かれてるわけじゃないんですよ、必ず。アンチが必ずいるんで、はい、でアンチが多ければ多いほど、はい、自分はそれだけ注目されてるっていう証明でもあるんですよね。そうですよね。はい、こちら49でございます。ありがとうございます。でも確かにアンチはでも高橋名人ってあんまアンチってイメージないですけど、高橋名人ちょっとだってちょっともう一個言っていいですか？高橋明治アンチってどういう。いや、わかんない。例えば毛利派だと俺は敵ですよ。わかります。すいません。それはありました。言ってることあります。毛利派が、僕6年生の先輩にいて。はい。だいぶ反論を受けたことあります。はい。だからこれはね、どうしようもない。それはライバルです。うん。これはしょうがないですよ。あとね、今から10何年前にね、やっぱり俺殺人予告受けたことあります。ああ、本当ですか。うん。東京ゲームショウの前だにね、刺してやろうかとかね言われて、これなんでなんですかね。いや、わかんない。うん、でそれがブログのコメントに来て、だからもう東京ゲームショウのね、あの時総合司会をやってたんで全ステージに出てるんですよ。だからもうしょうがない、これスタッフに言ってもしょうがないから、しょうがないですよね。うん、だからもうこれは覚悟決めて立つしかないなと思ってて。ずっとやってましたけどね。下手に警察に相談したら、警護がつきますもんね。そうそうそう、下手するとね。うちも会社で何人かそういう騒動ありましたね。それも警察が通勤の時に、はい、だから警戒する。メインステージの総合司会だから、何かの時にはもうお客さんを乗り越えてこなきゃいけないわけですよ。で、当然その AD とかさね。向こうにいて指図してくるから、指示をね。だからそれなりに空間はあるんで、まあ多分指してこられる挙動をする人間がいてもなんとかなるだろうと思って。いやいやいや、怖い怖い怖い。いやー、わかんないですよ、怖いですよ。わかんないけど、でもこれはこういうの言葉だけだろうと思ったし、ね。まあ十中八九そうですけど、今の世の中わかんないですからね。ね、そうなんだよね。本気でやっちゃう人も中にはいるんで。あ、香りいいな。こうなんやっぱいいですよね、匂いが。いい香りが、いいフレーバー。これはなんかグビグビきたいですね、これね。49。グイグイです。これでも意外と実は 9% なんで、はい、いやだってウォッカだもん。飲みやすいよ。うん、そう、ウォッカベースなんですよね。へえ。でも確かにスッといけちゃうんですよ。はい、いいっすね、これね。ウォッカの弱点を全部克服してるすごい飲み物なんですよ、これ。そうか、美味しい。そういうアンチがやっぱいらっしゃったんですね。うん、いやまあしょうがない、これはね。はい、じゃあカメラの方へ。はい。じゃあ水足すだけ足して。あ、はい、すいません。マダイの塩。よいしょ。じゃあ名人どうぞ。はい、ありがとうございます。熱いので。熱いんで。はい、お気をつけください。はい。マスター。ありがとうございます。もうマスター食べる暇ないですからね。いやもう緊張して食べれない。ちょっといきます。いやでも美味しいですよ。ありがとうございます。はい。よかったです。よかった。今日もこんな3種類も出てくると思う。タコパじゃないですか、本当に。さらに最後のホタテとカニだしいきます。でこれもセットです。はい。これですね。これ。ホタテだし。それがホタテだし。ホタテだし。こちら。これちょうど、はい、もうつけながら食べてもらう。あくし焼きのように思いっきり遠慮なく。本当ですか。たっぷりつけて。結構たっぷりつけて大丈夫です。ああ、よかった。よかったです。緊張する。ああ、これ、ああ、うまいわ、これ。ああ、よかった。ちょっとこの出汁もいけんじゃない？飲みます。ああ、うん。よかった。これ意外と体験したことない味ですよね。これ、いやあ、本当にもっと飲みてー。あ、そうですか。いや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 、これちょっと、いや熱くてもいけると思うよ、これ。なんならおかわりありますんで。あ、ありがとうございます。はい、うん。なんでしょうね、人間って美味しいとの食べると笑っちゃいますよね。うん、いや笑っちゃうし、なぜか飲みたくなるのが不思議ですよね。はいはいはい。ね。なぜか飲みたくなるんですよね。大人になっててよかった本当に。いやそうなんですよね。本当これはちょっと子供の時だとない子供の時は味に鈍感なのかな、あれ 何食べても同じように食べてるけど、っていうか子供を見てて思うのが、何かを食べてジュース飲むじゃないですか、ありえないですよね。わかります。なんでご飯にオレンジジュースというのが今の感覚ですよね。うちの子昨日実家の母親が送ってきた赤福餅を食べながらカルピスウォーターを飲んでます。すごい組み合わせ。何をかどうやそれやばいでしょって言ったら、大丈夫って言ったら、すごく美味しいって言ってて、いや多分もう子供って好きなことしか見えてない状態、好きなものと好きなものが組み合わさってるから最高にうまいって言ってて、いやそうじゃないと思うぞって。結局甘けりゃいいんじゃないですか。子供はそうなんですよね。